バヌアツは3月、猛烈な勢力のサイクロンが直撃し、壊滅的な被害を受けています。日本政府はそのバヌアツの通信インフラ復旧のため、APT に対して日本円で1億8000万円を拠出しています。会談で高市大臣は、この APT への拠出金をバヌアツの復興のために活用するよう伝えました。これに対し、アリーワン事務局長は、日本の協力に感謝の意を示した上で、引き続き支援を求めました。